山添さんって本当に誰よりもネタを袖で見てるんですよ、若手の中でも。で全ネタ見てて全芸人にアドバイスしてくれるし、うん、今なんか結構クズキャラみたいなやってるじゃないですか、うん、イメージはね。これは本当にこの群雄割拠のバラエティで生き抜くために無理やりキャラをつけ て、うん、でも本当はマジでクズとかじゃないんですよ。あ、そうなんだ、ごめん、なんか、うん、どうなったんだよ、ごめんってなって、いやいや、クズとか思っちゃってて申し訳ない。お前さ、ザキヤマさんの前でそんなこと言うなよ。なんでですか。やりにくい流れ一瞬で作らはるやん。影響に言われる、でもそういうすごいのビジネスクズみたいなことなの。違います、違います、申し訳ない、本当にそのままありのまま出てるだけです。こいつ頭おかしい。Yes.